ファールンゴン迫害追跡調査国際組織は、6月24日、江沢民の秘書の身分で超高齢副首相に電話をかけ、覆面調査を行いました。その電話で超副首相は、臓器狩り調査の妨害に協力すると述べています。理科の野郎園は、私はリュウミウスです。理科の野郎園は、私はリュウミウスです。ありがとうございます。谢谢 呃，这样的，我是江泽民同志办公室的刘秘书啊。刘秘书，你好。哎，你好。嗯。啊，江泽民同志呢，有几句话让我转告你，说最近啊，有上万名法轮功习练者向最高检察院控告江泽民同志，说追究江泽民同志下令摘取了几百万法轮功学员器官的责任，说江泽民同志很担忧这个事啊，他希望您呢，在政治局讨论的时候，一定要阻止追究这件事儿，你能做到吗？嗯 現在、副首相の超高齢は、光沢民が上層部に送り込んだ副審だとみられています。ニューヨークタイムズは、2012年、中共上層部と関係が密接な経済界のリーダーの話として、超高齢は苦心して、光沢民と親密な関係を築き上げたと伝えました。例えば、2001年、三豚省の省庁に着任した超高齢は、2006年、 すでに引退していた江沢民を三遁省で出迎えます。そして、江沢民が訪問した場所すべてに、江沢民の言葉を記した横断幕を掲げ、過去の指導者のシンボルを隠すことさえありました。このやり方は、へつらいすぎているとして、交換の間で物議を醸しましたが、その後、超高齢は確かに江沢民の後押しで出世を遂げました。 今回の覆面調査で、超高齢は党内の臓器狩り調査を阻止すると約束したほか、こんな言葉も残しています。す <noise> <noise> でに超高齢、超特高、李長春などの中共上層部のメンバーが覆面調査で臓器狩りの存在を暗に認めています。 また、軍の高官だった白書忠は、臓器狩りは皇太子の指示だったと述べています。うん、新東人テレビがお伝えしました。